番組の人オリジナルです。 OK、 じゃあそしたらもう一曲ビートルズつながりの歌で、多分コロナ禍の中でやっぱり地味編でライブが続けられてきたからこそこの歌も生まれた歌だと思ってます。先日古民家でやったライブのタイトルは、ライブのプロデューサー藤村君がつけてくれたんですけども、歌を閉ざさず場所も閉ざさず、素敵なタイトルをつけてもらいました。そのタイトルにも入ってます、歌を閉ざさず。なんでそれがなんでビートルズに関係あるのっていうのは曲を聴けばすぐわかります。わーちゃーちゃーちゃー、なんとなく作られしまう正論から、はみ出そうとする思いを見つめて、指摘することだけが得意なこの空間を、不器用でも突き破り続けて、越えられないか。
나니